アイス、おいで。おいで。おいで、おいで。いいひひひ。いいひひひ。あなたの小説にはシルクのスカーフが出てきますね。シルクの白いスカーフが好きなの。使い道が多いから。指で攻められるのが好きだって言ったでしょ。それは名人の興味の場合だから。相手によるけど。あなたはジョニー・ボーズを殺しましたか。自分が小説で書いた通りの方法で人を殺すバカがどこの世界にいるの。犯人だと宣伝するようなものでしょ。笑わせないでよ。あなたがバカじゃないことは知ってます。それを逆手に取ったんじゃないですか。本をアリバイに利用する。それも悪くないわね。いいし、いいし。でも殺すのに。あなたはドラッグをやりますか。時にはね。ジョニー・ボスと一緒にはやっと薬の種類は答えるわ。アイス。それからしたことあるに。アイス。おいで。おいで。すごい。あなたはゲームが好きらしい。耳が届いてるとそうなるのよね。うん、楽しいわ。ボクシングはどうです。ゲームとして楽しいですか。それはこの事件には関係ない。アイス、アイスおいで。マニーが死ぬまでは楽しかった。アイスくん、アイスくんおいで。愛してたから辛かった。アイス、ボクが死んだ時はどうでしょう。本を読んだ人の死ぬ。アイスおいで。泣きましたか。いいね。愛してなかったから。おいで。ただのセックスになるのか。あなたは結婚して一度も浮気をしなかった。誰が結婚してたこと。そうじゃないこと。どうでもいいけど。タバコ吸いに行く。知り合いなの。アイス。よし。よし。好意も持たずに、ただ本を書くために寝たんだ。初めはね。よいしょ。随分冷めてますね。書くためには誰にも言ってるわ。自分を裏切って。嘘発見器に書けないの。いじじじ。いじじじ。自分の脈拍は全く変化しませんね。これでも手術を聞いてるから信じられない時間です。彼女の死を嘘で。いや、人を騙すと機械は騙せない。この女はやってのける。いつから専門家にやった。全然を知ってる。アイス、ありがとう。お忙しいな。すみませんでした。家は乗ってくださいよ。よし。いいですね。よし。飲みたいですね。帰ってきた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 。はい。はい、そいで。ユーフー。帰り。機械に勝つのは容易じゃない。私が犯人に真剣勝負を挑めばできるはずだよ。